どうもこんにちは、早いもんでですね、今年もあとちょっとで終わりです。で、最近のですね、雪中キャンプの動画、クリスマスキャンプの動画ですね、見ていただいた方ありがとうございました。今年はですね、キャンプ納めは31日なんですけども、ちょうどね、この動画が今上がってる、この時間、この瞬間にですね、12月27日、小鳥の森キャンプ場というところで、僕はね、キャンプをしてるんだと思います。で、そこでね、キャンプの忘年会をして、まあいろんなとこから人が来られてやるんですけども、それからね、1年ぶりですよね、1年ぶりの、キャンプ納め、大晦日のキャンプっていうのをね、やろうと思っております。年越しキャンプですね、年越しキャンプをして、キャンプ納めになるので、まあ、キャンプ納めというか年の最後までキャンプしてるという感じなんですけども、今年もですね、いろんな経験があった1年でした。例えばですね、1月2月とかですよね。1月2月っていうのは、僕が住んでる山口県岩国市っていうのがですね、コロナの方がすごく多かったので、まああんまり外に出ない方がいいだろうということでですね、ちょっと車でドライブしてみたりとか、車の中でね、ご飯食べる動画を撮ってみたりとかね、そういったことをしたりもしてました。で、ようやくね、出られるようになったのが、まあ3月ぐらいかなという感じなんですけども、まあ一人でですね、初めての2泊3日キャンプをやってみたりとか、この時めちゃめちゃ寒かったですけどね、2泊3日の、1日目はめちゃめちゃ風が強かった日でしたね。そういったキャンプをしてみたりとか、あとはですね、薪ストーブを使って息子と2人でキャンプをしてみたりとかですね、まあいつものようにですね、いろんなものをレビューしてみたりとか、まあ、いつものメンツでですね、キャンプをしてみたりっていうこともしてたんですけども、今年はですね、初めてね、奈良県でキャンプっていうのもやらせていただきました。石舞台っていうですね、普段はキャンプ禁止の場所なんですけども、そういったところでキャンプさせてもらったりとか、あと関西の方をね、集めてキャンプしたりとかってこともしましたし、やっぱり遠出が好きな僕にとってはですね、遠くに行けるっていうのはですね、やっぱり幸せなことだなというのも感じました。で、あと今年あった大きなことといえばですね、やっぱり自分が開発した製品を販売することになった。ことですかね。中華鍋とかね、あとメスティンとか、まあそういったものをですね、スケーターさんと一緒に共同開発させていただいて、販売することもできました。中華鍋はね、家でカセットコンロでチャーハンとか作るときにね、めちゃめちゃ活躍してくれてるんですけども、もう何十回使ったかわかんないぐらい、僕は今使ってます。まあこのチャンネルをね、初めてご覧になられる方もいると思うので、中華鍋ってどんなものなんだろうっていうのはですね、概要欄の方に記載しておきますので、ぜひね、そちらの方も見てみてください。で、あと会ったことっていうのはですね、初めて、めいっ子がですね、ラムチャンネルっていうね、バイク系のチャンネルやってるんですけども、その子と一緒にね、キャンプをしたりもしました。まだね、あんまりキャンプの経験がない子だったんで、初めて一緒に行って、まあ、いろんなことをしながらですね、話もできて、またそういった機会があればね、一緒にキャンプしたりしてみたいなと思ったりしてます。で、7月ですよね、7月がね、ちょっと自分にとって結構大変な時だったんですけども、7月は、山内はがれさんっていうね、焚き火台、ひたきっていう焚き火台を作ってるメーカーさんとの出会いがありました。で、その後にですね、ちょっと運悪く、コロナにかかってしまいまして、7月の20日ぐらいから、20日ぐらいから7月、一杯にかけて全く身動きが取れないっていうね、状態を経験しまして、まあ一回かかったので、コロナに関してはもうそんなに心配はしてないんですけども、まあ、まだ流行ってる病気だと思いますんで、皆さんお気をつけください。で、あとはね、今年始めたこととしては、釣りですよね。うちの弟と一緒に、釣り竿を買いに行きまして、釣り竿というか、まあ、リールもですよね、釣り道具一式って言ったらいいのかな。そういった感じでですね、釣り道具を見繕ってもらって、釣りを教わりながら一緒に釣りをするっていうこともね、やったりしました。その時にね、たこ焼きくんが30センチのチノを釣って、それでまあ味を占めたんでしょうね。それから、結構ね、土曜日になると、釣りに行こうみたいな感じで行ったりすることがね、すごく増えたんで、来年はね、できれば、釣りプラスキャンプみたいな、そういうこともね、やっていきたいなと思ったりしてます。で、あとはね、初めて、福岡でキャンプさせてもらったりとか、で、つい最近のね、雪中キャンプとか、あとはまあいろんなやっぱりレビューとかね、いろんな動画を上げたりしてるんですけども、2023年もですね、同じように、週2回更新、火曜日と金曜日更新しながらですね、たまにはライブ配信も交えたりして、頑張っていきたいなと思っております。で、今年の YouTube の更新はですね、今日が27日ですが、今年最後の31日ですね、31日にも27日、本当今日やってるキャンプですね。今日やってるキャンプを、編集して動画にしてお届けしたいなと思っております。で、年明けキャンプもやってますんで、2023年最初の動画、一発目の動画は、1月6日の金曜日、夜7時半から、
公開したいなと思っております。ということでこのチャンネルではですね、今年は31日まで動画を更新して、年明けは1月6日からまた更新しますので、2023年もですね、変わらず、このチャンネル、ご贔屓にしていただきますようよろしくお願いします。ということで、今年もいろいろありましたけども、皆さんにとっていい年だったでしょうか。来年もですねまたいい年になるように、お祈りしておりますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。それでは